奈良女子大学の浅尾と申します。よろしくお願いいたします。今日山田先生の退官記念シンポジウムということで、山田先生とはずいぶん昔にお知り合いになったんですけれども、早いものだなという気が実にします。きっと人間20歳から、若い方もおられるかなと思うんですけども、20歳代に考えたことっていうのが、結局山田先生もずっとその20歳代に考えたことを花咲かされてきたなっていう気がします。私自身にしてもやはりそこからあんまり進歩していないな と、山田先生の場合はそこであった種っていうんですかね、20歳に作られた種から本当にいろんな花を咲かせられて、今もまだ芽がいろんなとこからパッと咲いているような気がします。私も私なりには咲かせたいと思ってるんですけども、今日はその山田先生との出会いの原点といいますか、そこから山田先生が出発したところと私と重なる部分をお話したいと思います。まず山田さんとお会いし、山田さんと呼ばせていただきます。初めてお名前を知ったのが、1976年ぐらいの時から教育心理学研究に乳児研究とかでいい研究をたくさん出されていたわけですけれども、直接知ったのは1981年8月発刊、の心理学評論の中で、私が初めて論文、2本目だったかな、そこに子どもの他者理解新しい視点からという論文を初めて書きました。当時私は大阪市立大学のドクター4回生かな、ぐらいで、フッサールを読んだり、フッサールじゃなくてメルロ、ソシュールとかですね、ウィットゲンシュタインを読んで、あんまり心理学の勉強をしてなくて、心理学何していいのか分からなくて、でも論文書かないとどうしようもないっていうので、とにかく書いたのがこの論文ですけれども、その後に山田陽子先生の言語機能の基礎、この論文の中では1978年に確か共振か何かのポスター発表された参考関係についてのことが理論的にまとめて書かれていました。その論文を読みまして、すごく面白い方がいるなと。で、私はその時に、1本目の模倣を超えてっていう乳幼児の模倣研究のレビューみたいな論文を書いてましたので、それを送ると同時に山田さんの抜き釣りも送っていただきたいというので、うちのかみさんがサイコリンギスティックスをやってましたので、続いて言語のことだから あんたが山田先生に抜き釣りをもらうようにというので送ったんですね。そうしましたら山田先生の方から私の説論を読んで面白いというようなことで少しお付き合いができたと思います。で、当時私の論文の中で述べてたことっていうのは、子どもの理解をする、子ども理解を学んでいくためには、自分たちの他者理解っていうのを前提にするだろうと。これは当たり前のことなんですけどね、子どもの共感性を理解するためには、自分たちが、私たちが共感っていうものを知らなければ共感について研究することはできません。そういう具合に自分の理解を前提にして、子どもの理解ができるというようなことをやらなくちゃいけない。そのためには、日常世界での子どもの振る舞いを記述しなければならないというようなことを、結論として述べていました。山田さんのこの言語機能の基礎という論文の中では参考関係等についてもすごく書かれているんですけども、結論としまして、やはりその単なる実験的な研究だけではなくて、乳児の生活や日常行動をよく把握した上で、なおかつ客観的なデータの収集が必要だというので、やはり子どもの日常生活に届く、そして科学的な研究であるをしなくてはいけないということが書かれていました。そのあたり、本当に単なるビヘイビアリズム的な研究が多かった時代だけにですね、感銘したわけです。そして、それから1982年の5日に山田さんから、お手紙をいただいて、西研究でのやってるメンバーがいると、綿巻さんとそれから畑野悦子さんであって、その4人で研究会をしましょうということを提案していただきました。それで初めて第1回目の研究会が1983年の3月12日
愛知淑徳短期大学で行われたんですね。まあ、その当時山田さんは狭心に0歳、0-2歳における要求拒否の事故と発達という論文を書かれていました。これが我が国で史的な研究っていうんですか、史的な研究で、ジャーナルに載った初めての論文であったと思います。でこの当時、まあ、私事なんですけど、私の息子はちょうど1歳9ヶ月17日でした。でその私のその1ヶ月後の1983年4月2日土曜日の東京の私の弟が当時後からできますけど、東京の時に住んでいたわけですけど、そこのマンションに行きまして食事をしたんですね。で私の言うもう30になってるんですけども、1歳10ヶ月11日でした。でその弟の息子が、まあ、島君1歳6ヶ月15日がいたんですね。4ヶ月下です。でお昼の時にちょうど食事をしている時でした。でみんなで食事をしてしたんですけれども、ユウの正面にいる島君が手づかみでご飯を食べたんですね。そうすると私の長男のユウがお手手ダメって言ったんですね。手で食べたらダメっていうことです。で私は、島君はまだちっちゃいからいいんだよ、ユウちゃん大きいからちゃんと食べられるねっていうようなことを言ったんですけれども、そうするとこのユウが難しい泣き出しまして、ご飯を口に入れかけていたのをすぐ掘り出してですね、ご飯のお皿をこう押しのけて、いやいやとか言って、で、まあ、母親がご飯をスプーンですくってやったりして口に入れようとすると、いやと言って拒否します。で私がなんかなだめようとするんですけれども、私を見つめて、とうたんやとうたんやとうたんやって言って、ものすごく激しく拒否するんですね。で母親がそのユウの口に卵を入れてやると、いやと言って拒否して、スプーンでご飯おすくいですね、口の中に入れてご飯まじゅうとか言って、とにかく傷ついているわけです。でこれは自国のある自国っていうんですか、1983年4月2日の出来事であるわけです。でこういう出来事について実は今も考えていて、今ようやく1983年の息子の2年目のデータが、手書きでしてあったものですから、それをちょっとパソコンに入れて整理するのがようやく終わったっていう段階で、なんとか私も退官するまでに生後2年目まとめたいなと思ってるんですけども、でこういうような1983年4月2日の出来事をどう考えたらいいんだろうかと。で山田さん、1983年3月12日に西研究会があったという出来事は、まあ、山田さんがこうやって有名になっていますし、これは史的な出来事というよりは一つの公共性を持った出来事であると。で、まあ、私がしゃべれば公的な物語として、山田神話が作られていくという感じがするんですけれども、私の息子の昼食のシーンというのは、これは何なんだろうと。これはその非常に史的な物語です。だけどこれを物語と言っていいのか、私にとっては出来事ではないのか、あるいは出来事というより私の体験と言っていいんだろうか。じゃあこういう過去の時点である何かが起こったということを、これをどういう具合に捉えていけばいいんだろうかというところが今も気になるわけです。で、まあ、出来事ということと体験ということはどういうことになるんだろうと。で私がまあ、ちょっと今ブログだったんですけど、まあ、杉並区の高井戸のマンションだったというので、私は西記録を読むと自分の中でその記録が蘇ってきて、エピソード記憶、そこの場に体験立ち会っているような気になるわけですけども、まあ、そういう意味記憶もあります。でそういう私にとっては確かに存在していることなんですけれども、こういうことっていうのは私がしゃべる限りはやはり私のナラティブ、私の語り、私の体験語りになっていくのかなと。しかし私はそれに抵抗したい気持ちがあって、いやこれはナラティブなんてんじゃなくてあったんだよと、そういう出来事があって、これは事実に属することであってナラティブに属することではないと言いたくなるんですね。でいわゆる私の個人的な体験っていうのは科学においてはですね、基本的にこういうのを無視するっていうのがやっぱり科学ですね。
私的な出来事っていうのは科学の対象にならないわけじゃないです。私的な出来事っていうものも、それが一つサンプル化されてですね、対象化する手続き、ある手続きを経て、そして科学の対象に加工されると、マニーウォッシングみたいにその選択されたら科学の対象になるんですね。しかし生のやつっていうのは、やはり科学にはならない。やはり一般性とか再現可能性っていったものがあるわけです。で、グランディッツセオリーとかは、やはりあれはやっぱり欧米の人が作ったものですから、いかにしてそこにある出来事というものの中であったり、言説とかそういったものを洗って選択して、どうやって科学の対象として、そこから網ですくってザルでやって水を流して残った生成物、それをきれいにそのセオリーとして持ってくるというような気がします。だからそれはどうもそのやっぱり私的な、私が長瀬何日にこういうことがあったんだろうっていう話とは違うように処理していく。で、思うのはその私的で個別的なことっていうのは、ブルーナーがアクツオブミーニングで、論理的な思考様式で書かれていく、いわゆるサイエンスで言われているような命題的な思考というのと、それから法律とか、あるいは文学とか、いろんなところで、あるいは日常でも行われているナラティブ的な思考様式、認知革命というのは意味を復活させるために必要だったんだと、その意味の復活というのはナラティブ的な思考様式による、ある種の科学、広い意味での科学というものを、ナラティブサイエンスを打ち立っていくことだというような形で書いていると思うんです。で、現在もそういう流れの中に質的心理学研究ってあると思う、質的研究ってあると思うんですけれども、どうもそういう側にナラティブって言っちゃうと、でもあの時こういう体験したよね、こういう出来事あったんだけどなっていうようなことも、それがナラティブですっていう形になってしまって、私たちの直接的な、でもああいうことあったんだけどっていう部分が科学の対象じゃなくなる。でも当然これは科学の対象じゃないんですね。で、やっぱりヨーロッパって個別性っていうか、個物っていうことと普遍性に関する長い哲学の歴史を持って徹底的にやってきてますから、個物からと普遍の関係をどうするかっていうのは、とても我々の手に負えないぐらいのことをやっています。で、その狭間、ブルーナーもその仲間ですから、その中で議論してるわけですけど、私たちはどうも、それでも僕の体験はあったんだけどなという気持ちになります。で、日本人的な常識から考えるとですね、過去の私的な体験で、個人的な体験もそれが言葉で語られ、その個人が生き生きと想起できて描けたらですね、それは、それが伝わったらそういうことあったんでしょうねっていう共同的な知の対象になって、そういうことがあるんですねという具合になるような気がするんですね。で、それはあくまでもナラティブだとは言わない、事実の物語の世界なんだけど、それは事実の世界に属しているっていうんですか。で、そういう感覚っていうのはやっぱり私たちの生活感とか常識に基づがあると思うんですね。で、これはちょっと山田先生の考え方を歪めてるかもしれませんけども、私はやはり日本人の生活感とか常識、実感、そういったいわゆる学問になりにくいようなところを開き直ってるのは山田先生じゃないかなと思います。そういうことを力強く言われてきた。で、有名なマズローがですね、行動主義心理学者でネズミの研究とかしていたわけですけども、自分に子供が生まれたときに、ネズミで行動主義心理学やってるのがバカらしくなりました。なぜなら子供を見たら当然そう思えるからですと。で、子供ができたらそう思えるっていうのは、子供の日々の成長、いろいろな情動とかですね、交流を考えたらですね、科学的な処理のために SR で記述していく出来事っていうのは、命題っていうのは一体どういう意味があるんだろうということを考えたという、述べていますけれども、で、そうすると私たちがその考えていくときに、言葉っていうのはある抽象性の上に成り立っています。いくら古物を語ろうとしても、やはりこの犬という方と、やはりこの犬というところの抽象的な言葉のレベルのに落としてるわけですね。だから
絶対の個物っていうのは言及、まあ、指し示すだけであって語ることはできないわけですけれども、でも我々は言葉というような抽象的な言葉というレベルっていうのはすでにある種の普遍的なものを持ってるんではないかと。だから言葉の通じ合うレベルでの学問っていうものを考えていいんじゃないかなと私は思っています。例えば観察ということを考えましても、日本人は、まあ、心理学の授業で観察を勉強したりしますけれども、いわゆるヨーロッパ的なっていうかサイエンティフィックなオブザベーションではないんですね。やっぱり観察っていう概念の中にはその個物を通してそこに普遍的なものがある、その絶対的な確信、それを取ること、それを見つめることが科学における観察であって、目の前のふわふわした事象をですね、見るがまま、あるがままに、とにかく言葉に落として書きましたなんていうのはオブザベーションじゃないんですね。でそういうなんかありのままに捉えてなんか観察と思ってるのはサイエンスから見るとおかしなことなんですけども、私たちは別にそれでいいじゃないかと。目の前にあることを自分たちの言葉で精緻に描く、うん、そういう観察を実際にやってますので、それを現象的観察と名付けて、現象学的と言わずに現象的観察と言ってですね、まあ、そういう形で、まあ、詩的な研究を位置づけられるのじゃないかなっていうので、それが2009年に新用社から出してもらった見ると書くとの出会いっていう本です。で、まあ、つくづくそのやっぱりヨーロッパその学問っていうのはやっぱりすごいなっていうことは最近感じるわけですけれども、それは今度新書大賞を取った橋爪大三郎さん と、兄弟の、あ、先生、すぐ忘れ、どう忘れしますか、キリスト教の不思議っていうのがありましたけれども、まあ、本当にキリスト教圏で作られてきたサイエンスっていうのはやっぱり異常なんだと思うんですね。まあ、それを間違ってるとは言いませんし、もうちょっと普通の厳密じゃない科学、学問っていうのがあってもいいんじゃないかと。所詮私たちの世界記述っていうのは私たちのエピソードレベルである、そういうのに居直ろうというわけです。そうすると1983年4月2日のエピソードっていうのは私が描いたエピソードの意味って何なんだろうと。まあ、これは、うん、この中でピアジェの観察とは違うと思うんですね。ジャクリーヌが、枕に何とかしたとかっていうようなエピソード、それは他の言葉でもそういう類したことがあるっていうような意味だと思うんですけど、この場合はそのユウという人格がですね、日頃おててで食べたらダメって言われている中で2ヶ月ぐらいの違いのあるそのいとこがですね、手で食べてる、その時にこれがもっとちっちゃな赤ちゃんであれば赤ちゃんだからっていうので彼は良かったんだと思うんだけど、自分と対等に張り合うように扱われている存在であるにもかかわらず、彼にはおててで食べたらダメというルールが適用されない、そういうダブルスタンダードというものに直面してですね、まさに人生の矛盾というものに初めて直面して、そこに激しくこう拒否している、そこでダブルスタンダードで扱われていく他者に出会ってる。私はその幼児にとって他者っていうのは、大人はあまり他者ではなくて、やはり自分と同胞、同じぐらいの年齢のものが初めて子どもにとって他者として現れるんだと思うんですけども、まあ、そこでの激しい、まあ、矛盾のあり方っていうのを捉えてるなと。でそれは、まあ、日常的な言語の記述のレベルで私たちに了解できることだと思うんですね。でそういった話をわざわざナラティブ的思考とかいう形で表現する必要はないんじゃないかなと。まあ普通の常識的な言葉で描いていいんじゃないか。まあそれはかつてそういうのは科学じゃないんですよというのを私は1970年代の時にはきつく言われてて、山田さんもそれに反抗して私も反抗して、でやはりそう最初に言いましたように二十歳代で考えたことっていうのは、私も62ですけれども あまり進歩してない、同じようなことを今更言ってるっていうところがあります。まあ私たちには
やはりゴッド、大文字のゴッドはいないし、そのゴッドと結びついたロゴスというものもない。あるのは日常生活の実感と日常の言葉で、これをどう聖地化していくかという課題はもちろんあると思うんですけれども、私たちにはやはり特に尋問科学のあたりのところでの、サイエンスというものは所詮成立しないんではないかと。だから欧米人がやっている議論というのは何かあくまでもいくら言ったって私たちにとって翻訳の世界であり、そこに通底しているロジックっていうのは我々は真似したり受け売りをしたりすることができるんだけども、そういったものを作り出していけない。だから向こうの輸入学問いっぱいあるけども、自分たちで作れる学問がないのはやはりこのゴッドがいないしロゴスがないからというふうに私は思います。その中で自分たちの学問を作ろうとしたら正当的に厳密でない学問、これこそ山田先生がやられていることだと思います。まあ、日本の学問を作っていくときのお手本を示してくださった山田先生がですね、退官されるというのはとっても残念ですけれども、山田先生はきっとこれで研究をやめられるわけじゃないし、これからますますご活躍されると思います。まあ、それを期待しております。以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございます。